対話 AI で音楽を作ろう。ChatGPT プラス s ソニックパイ。今回は初回のセクション1になります。それではまずイントロダクションから始めていきます。最初に私の自己紹介をさせてください。私の名前は東幸まと言います。現在、サイラボ株式会社という会社の代表取締役を務めております。この会社で現在、AI 関連の教育及び研究開発に従事しております。 以前大学で物理学の方を研究していたことがありまして、理学博士を持っています。また現在大学の方でも教えています。法政大学デザイン工学部で兼任講師を務めております。そして、リューデミの方で主に AI 関連のコンテンツを提供しておりまして、これまででトータルで約12万人に指導した実績があります。あと、有名企業で AI 研修なども担当しております。 これまでに永遠関連の本を何冊か書いてきておりまして、こちらに並べてあります。ディープランニングをゼロから学ぶ初めてのディープランニングであるとか、あるいはあと機械学習向けの数学を学ぶ新しい数学の教科書などがあります。 直近で言うと、一番右側の本ですね。PyTorch で作る真相学習モデル AI アプリ開発入門という本になります。こちらの方はフレームワーク PyTorch を使って真相学習、様々な真相学習を実装していくという、そういう内容となっています。今も新しい本を執筆中で、最新の AI のトレンドにも追従していきたいと考えています。はい。それでは私の自己紹介はこれぐらいにさせてください。次はコースの特徴について解説していきます。 今回のコース、対話 AI で音楽を作ろうですが、このような特徴があります。まず、チャット g p t とソニックパイで作曲を行うという点です。今回のコース、対話 AI による作曲をテーマにしております。チャット g p t の登場により、対話 AI、最近大きな注目を集めていますよね。この対話 AI を使って音楽制作の新しい可能性を探るということが本コースの目的になります。 そして本コースですが、音楽制作やプログラミングの知識がなくても大丈夫です。誰でも受講することができる敷居の低いコースとなっています。そしてもう一つの特徴ですが、体験を重視しているという点ですね。曲を実際に作って音を鳴らすという体験を重視します。このように対話 AI を使って音を鳴らす体験を重ねていく、そういった内容になっています。 全4回のコースになります。はい。それでは本コースを受講するにあたって注意点をいくつか解説していきます。まず最初の注意点ですが、作曲理論の解説はしないという点ですね。今回音楽を作るにあたって作曲理論を基礎から学ぶということは行いません。もしあの基礎から学びたい方は他のコースを参考にしてください。本コースですが、音を作る、もしくは音で遊ぶ、このような体験を重視します。 そしてもう一つの注意点ですが、AI、そして機械学習についての解説はありません。これらについて基礎から学びたい方は、私のゆでみコース、みんなの AI 講座をお勧めします。こちらの方ですが、現在2023年の最新版となっておりまして、AI について基礎から学ぶ、そういった内容となっています。注意点はまだいくつかあります。次の注意点ですが、 本コースでの作曲は実験的な手法になります。その点にご注意ください。AI 音楽生成における定番の手法ではありません。なので、音楽のクオリティを追求するというよりも、様々な手法を試してみる、そういった内容になっています。ただ、あの今回、従来、これまで存在してきたような音楽を作るというよりも、AI ならではの様々なやり方を追求する、そういうコースになっています。 音の質を追求するというよりも AI 作曲でいろいろ試してみてその過程を楽しんでみようというそういうコースになっています。その点はご注意ください。そして で、今回チャット GPT を使います。チャット GPT は近年流行っている対話 AI ですね。対話しながら AI が様々なアウトプットを引き出す、そういった AI となっています。そしてこのチャット GPT ですが、GPT3.5 もしくは GPT4 が選択可能なんですね。そして本コースではこれらのうち GPT4 を推奨しています。GPT3.5 でも受講できるんですが、GPT4 の方が曲能質が高いからですね。 3.5でも曲を作ることができるんですけど、ちょっとつまらない曲になってしまいますので、できれば GPT-4 の方を使っていただければと思います。こちらの GPT-3.5 は無料で使うことができるのですが、GPT-4 を利用するためには有料の ChatGPT プラスに入る必要があります。 こちらの方、現在20ドルですね。毎月20ドルになりますが、もし本コースの内容をフルに使って遊びたいという方は、こちらの方への加入をお勧めします。そして、本コースの開発環境ですが、現時点、2023年4月24日時点での環境になります。ひょっとしたら皆さんがこの動画を見ている時点で、このコースの内容は古くなっているかもしれません。 開発環境が古くなっているかもしれません。その点にご注意ください。もしあの動画で解説している内容と皆さんのお手元の環境が違う場合は各自調べて最新の環境に応じて開発を進めてみてください。そして本コースの受講には OpenAI のアカウントが必要になります。その作り方については後ほど解説します。コースの注意点は以上になります。 それでは本コースの内容について解説していきます。本コースですが、セクション1からセクション4、全4回のコースになります。そして今回のセクション1はシンプルな作曲ですね。チャット GPT とソニックパイを組み合わせてシンプルな曲を作る、そこまで行います。次回のセクション2ですが、ソニックパイの使い方ですね。ソニックパイを使うことで様々な音楽を、プログラムを使って作ることができます。 このソニックパイについて使い方を学ぶのがこのセクション2になります。そしてその次のセクション3ですが、対話 AI による作曲のテクニックです。さらに面白い曲を作るためにはどうしたらいいのか。そのテクニックについてこのセクション3で解説していくことになります。最後のセクション4は楽曲の仕上げです。これまで作ってきた曲を公開に向けて仕上げるというそういった内容になります。 このような全4回の講義で対話 AO を使った作曲について学んだり体験していくことになります。それでは今回のセクション1の内容を解説していきます。まずはイントロダクションですね。次に講座全体の概要を解説します。次はチャット GPT の概要です。チャット GPT のインストール方法であるとか、チャット GPT のインストール方法を解説して、チャット GPT のデモをここで行うことになります。 次はソニックパイの概要です。ここではソニックパイのインストールを行います。そして簡単なコードをペーストして音を鳴らすということを行います。まあさらにはライブコーディングを行って再生される音をちょっと変えるということもやっていきます。そして次はシンプルな作曲です。チャット GPT とソニックパイを組み合わせてシンプルな曲を作っていきます。そして最後に演習があります。 こういった流れで今回の講座を進めていくことになります。それではイントロダクションは以上になります。次に行きましょう。はい。それではここからは講座の概要について解説します。まずはセクション1、シンプルな作曲です。ここではチャット g p t と s o ックパイ p の簡単な使い方を学びます。その上でこれらを組み合わせて簡単な方法で作曲します。 次のセクションにはソニックパイの使い方になります。ソニックパイは Ruby をベースにした記法で作曲を行うことができるんですね。Ruby をベースにした記法ですので、その記法についても学ぶことになります。ソニックパイのコードの書き方を学んで、音を再生する体験とともに使い方を学んでいくという、そういう内容になります。 そして次のセクション3ですが、対話 AI による作曲のテクニックになります。今回 ChatGPT とソニックパイを組み合わせて作曲を行うわけですが、その際の様々なテクニックをここで学んでいくことになります。対話 AI による作曲がより楽しくなるかと思います。最後のセクション4は楽曲の仕上げですね。作った曲を交換に向けて仕上げます。 作った曲を、例えば SNS でシェアしたりとか、あるいはと友達に聞かせてあげたりとか、そういった人とシェアするための最後の仕上げをここで行うことになります。そして、他の AI 作曲サービスについてもここで学ぶことになります。最近、テキストトゥミュージックといって、あの文章から音楽を生成することができる、そういうサービスも登場したりしているんですね。そういったサービスについても、ここの最後のセクションで解説することになります。 えといったセクション1からセクション4まで全4回のセクションで対話 AI を使った作曲について体験し、遊んで学んでいくことになります。それではこれから全4回皆さんよろしくお願いします。それではここからはチャット g p t の概要について解説します。まずはチャット g p t とは何かについて簡単に解説しますね。 チャット g p t は2022年11月末に OpenAI がリリースした対話型の AI になります。対話に特化した言語モデルなんですね。このチャット g p t の特徴として非常に自然な文章を生成可能であるという点があります。様々なタスクに利用することができるんですね。そして GPT3.5 もしくは GPT4 を選択することができます。 3.5は現在無料で使うことができるのですが GPT-4 に関してはこちらは ChatGPT プラスに加入する必要がありますそちら有料のプランになりますこの ChatGPT ですがウェブサービスが提供されていますなので誰でも無料で利用可能なんですね GPT-3.5 の方であれば無料で利用することができますこの ChatGPT 現在大きな注目を集めてましてユーザー数1億人を超えたとも言われているんですね チャット GPT、例えばビジネスであるとか、創作活動であるとか、様々な分野での応用が現在模索されています。例を挙げると、大学生、大学生はあのレポート書くのが結構大変なんですけど、現在大学生の多くがチャット GPT でレポートを書いているとも言われています。先生の方も大変ですよね。チャット GPT で書いたのか、それとも自分で書いたのか見分けるのはかなり大変かと思います。 いそのこと、チャット g p t を使うこと前提でレポートを出しているという、そういう先生も最近増えているようです。このチャット g p t ですが、現在様々な用途で使われ始めています。いくつか例を挙げてみましょう。まずは小説などの物語の生成ですね。あとは業務用文章の生成です。 え、ビジネスの様々な場面、例えばメールの文面の作成であったりとか、あるいはあと使用書の作成であったりとか、様々な業務における場面において使うことができます。あとはプログラミングにおけるコードの生成ですね。Python であるとか JavaScript であるとか Ruby であるとか、様々なコードを ChatGPT で生成することができます。 なので、プログラマーの方はチャット g p t であるとか、あるいは GitHub コパイラットなどを使って最初にひな形を作るという、そういう方も最近多いですね。あとは画像生成以外のプロンプト生成にも使われます。実はこのコースのコース画像はチャット g p t にまずプロンプトを作らせて、そのプロンプトを多少私の方で手直しして、MidJourney ーーに渡して作ったものなんですね。 このようにチャット g p t は画像生成のまずプロンプトを作るための土台作りに使うこともできます。あとは作詞・作曲などですね。このチャット g p t はポエムを出力することもできますので、作詞に使うこともできます。あとは今回、本コースで行うように、ソニックパイドのコードを吐き出すことで作曲に使うことなども可能です。もちろんの楽譜を吐き出すことも可能です。 なので、さまざ、あ、まなスタイルで作曲に応用することができるんですね。あとは、Excel などの表計算ソフトの作業効率化にも使えます。Excel の各セルの出力を ChatGPT に書いてもらうこともできるんですね。ChatGPT には API がありますので、それと組み合わせることで表計算ソフトのさまざまな作業を効率化することができます。そして、科学論文の要約などにも使われています。 有名な論文であればチャット g p t を使って要約することもできますし、PDF をそのまま読み込むことができるチャット p d f というサービスもあったりするんですね。そういったサービスを使うことで簡単に PDF で書かれた論文を要約したりすることもできます。もちろんチャット g p t そのままでも過去にあの様々な人に読まれた有名な論文であれば要約を簡単にすることができます。 他にも様々な用途がチャット GPT にはありまして、現在世界中でその用途が模索されているんですね。現在国家レベルで注目を集めていまして、この前岸田首相とオープン AI のサム・アルトマンが面談してましたよね。現在チャット GPT というのは世界中の世界中に国家レベルで影響を与えるようなそういった非常に影響力の大きな AI となっています。 このチャット GPT ですが、現在人気が急上昇中です。検索数がとても増えているんですね。Google トレンドを見てみましょう。こちら Google トレンズの画面になります。これはキーワードの検索数のトレンドを見ることができるサービスです。ここではチャット GPT という単語と、比較のために Stable Diffusion という単語を比較していますね。この2つの検索数のトレンドを見ていきます。 ステーブルディフュージョンはご存知の方も多いかと思いますが、画像を生成することができる有名な AI のモデルですね。この2つを比較してみます。登場が早かったのはステーブルディフュージョンの方です。2022年の7月か8月のあたりに登場して人気は急上昇だったのですが、一旦落ち着いてまた最近人気が増えているといった印象ですね。 そしてチャット GPT の方は去年の11月に登場したわけですが、そこから人気が急上昇して、一旦落ち着いたのですが、再びものすごい勢いで検索数が伸びている。その様子を確認することができます。これは日本の検索ですが、世界中で見てみましょう。すべての国で見てみると、なおさらこの勢いがすごいですね。現在ものすごい勢いで人気が集まっていて、 それに伴もない検索数も伸びている。その様子を確認することができます。それではこのチャット g p t を使い始めるためにはどうすればいいかというと、まずは OpenAI のアカウントを作る必要があります。こちらの URL ですね。chatopenai.com をログインにアクセスする必要があります。とりあえず Google とかで OpenAI で検索すれば、このような画面にたどり着くことができるかなと思います。 この画面にたどり着いたら、ロームインとサインアップがありますので、まずはサインアップを選択しましょう。このボタンをクリックすると、アカウントを作成するための手続きを始めることができます。このような Create Your Account と表示されている画面が出てきます。ここで E メールアドレスなどの登録を行います。メールアドレスとパスワードを登録して、電話番号の確認が行われるかと思います。 電話番号の確認は、おそらくメールアドレスの方で行うんですかね。すいません。ちょっとあの、具体的なことを忘れてしまったんですけど、このメールアドレスとパスワード、そして電話番号を確認することができれば、この OpenAI のアカウントが確認できまして、ChatGPT が使えるようになるかと思います。こちらの chatopenai.com で ChatGPT を使い始めることができるようになります。それではこの ChatGPT、簡単なデモを行ってみましょう。 こちらがチャット g p t の画面ですね。モデルでデフォルトが GPT 3.5になっています。今回は GPT 4の方を選択します。こちらの方が高性能ですね。この青のマークが多くて高性能となっています。今回はこちらを選択します。この GPT 4を使うためにはチャット g p t プラスに入る必要があります。私はチャット g p t プラスに入っていますので、ここにプラスと表示されています。 それでは、謎謎を試してみましょう。昆虫たちが集まって会社を作りました。首になった昆虫がいるのですが、誰でしょうという謎謎です。答えることができるのでしょうかカブトムシ。はずれですね。首になるという言葉とカブトムシの名前がかけられた面白い謎謎です。 皆さん、こちらのなぞなぞの答えわかりますか、まあ、答え言っちゃいますけど、答えは解雇です。解雇。首になることは解雇と日本語で言いますよね。えー、で、答えることができませんでした。まあ、これだけだとつまらないのですけど、ヒントを与えてみましょう。首になることを漢字二文字で表すとというヒントを与えました。か。 漢字二文字じゃないですねあ。ここまでできてるのに、なんで、かになっちゃったんですかね。欲しい、もう答えを言っていますと伝えたところ、雲になっちゃいました。難しく考えないでください。 シンプルに首になることを漢字で表して、それの読み方は何ですかと聞いてみました。<laughs> また違いますね。首ありです。ちょっと遠くなっちゃいました。もうほとんど答え言っちゃいましょう。 ダメでした。うまく答えることはできませんでした。前やったときはちゃんと,と正解の解雇にたどり着くことができたんですけど、今回はうまくたどり着くことはできませんでしたね。ただ、こんな感じで謎々をヒントを与えながら解いてもらうとか、そういうこともできます。このように非常に柔軟に考えることができて、人間みたいにやり取りすることができる、そういう AI になります。ただ、あの、完全に人間の大人のようにやり取りができるかというと、できるところとできないところがあったりするんですよね。 人間よりも優秀なところだと優秀でないところがある。まあそういった AI の特性がありますので、その特性を把握した上で、今回はこれを作曲に使っていきましょう。そしてこのチャット GPT を使いこなす上で大事になるのが、プロンプトエンジニアリングという考え方になります。まずはプロンプトって何かと言いますと、これは AI に与える命令文のことなんですね。このプロンプト、AI に与える命令文、これがとても大事になります。 AI に適切なプロンプトを与えることで AI 化のアウトプットが全然クオリティが変わってくるんですね。例えばですけど、いつ、どこで、誰が、何を、どのようになぜなどの具体的な日本語での指示力、これが大事になります。AI への指示力は試されるんですね。これは人間でも同じですよね。 人間にお願いをするときも、具体的にお願いする、その日本語力がとても大事になります。同様に AI にお願いをするときも、なるべく具体的な命令文を書く必要があるわけです。そして、日本語力も大事なんですけど、それと同じぐらい AI の特性を把握することも大事になります。 AI の特性を把握した上で物事を様々な角度から説明したりとか、あるいは仮説を立てて試行錯誤したりとか、様々な試みを行っていく。それがプロンプトエンジニアリングにおいてとても大事になります。今回はこのプロンプトエンジニアリングを作曲に登用するわけなのですけど、ぜひ皆さんの方でも様々なプロンプトを試してみてえ試行錯誤を重ねてみてくださいね。 ま、次第に思ったような曲、あるいは思いもしなかったような面白い曲ができるようになってくることかと思います。それではチャット GPT の概要についてはこれぐらいにしておきます。次に行きましょう。それではここからはソニックパイの概要について解説していきます。まずはソニックパイとは何かについて簡単に解説します。これは音を扱うオープンソースのプログラミング環境なんですね。 いわばデジタルプログラミングシンセサイザーと一言で言うことができるかと思います。デジタル、デジタルというのはもちろんそうなんですけど、プログラミングというのがポイントですね。プログラミングを使って楽譜を書くのではなくて、プログラムを書いて音を鳴らすことができる、そういったシンセサイザーになります。そしてこのプログラミングに関してなんですけど、プログラミング言語 Ruby を使います。Py って書いてあるんですけど、Python ではなくて Ruby なんですね。 この Py というのは Python のことではなくて数学の記号の演習率の Py になりますこのプログラミング言語 Ruby を使ってソニック Py のコードを書いていくことになるのですけどそれほど難しい文法は使わないのでプログラミング初心者の方であっても比較的書きやすいかなと思いますこの書き方については次回のセクションを見で改めて解説しますねそしてこのソニック Py の大きな特徴ですがライブコーディングが可能という点です ライブコーディングにより演奏中であってもコードを変えて音を鳴らすことができますのでライブコーディングを使って演奏することさえ可能なんですね。まあそういう意味で非常に興味深くて面白いソフトウェアになります。このソニックパイのインストール方法なんですけどこちらのソニックパイのサイトに書かれています。こちらのサイト見ていきましょう。こちらがソニックパイのサイトですね。ソニック -py.net になります。 インストール方法ですが、こちらに3つの環境があります。Windows と MacOS と Raspberry Pi OS ですね。まあ、Raspberry Pi OS でやっても面白いかと思うんですけど、えー、と今回受講している皆さんはおそらく Windows か MacOS の方が多いんじゃないかなと思います。私の手元の環境は MacOS ですね。ので、MacOS をクリックします。そうするとスクロールして MacOS のダウンロードボタンがあるところにたどり着きます。 現在バージョンは4.3.0のようですね。こちらのソフトウェアは頻繁に更新が行われていますので、更新されずに放置されているというわけではありません。こちらのダウンロードボタンをクリックすると、このソニックパイのダウンロードが始まります。皆さんの方でこのダウンロードボタンをクリックして、このソフトウェアの本体をダウンロードしてください。Windows でやっている方は Windows をクリックしてくださいね。こちらで Windows をクリックしてスクロールして、 こちらのボタンをクリックして Windows のインストーラーをダウンロードすることができます。ラズベリーパイでやっても面白いかと思うんですけど、今回はそちらの方は扱いません。インストーラーのダウンロードが終わったら、そちらの方を回答してインストールを行ってくださいね。インストーラーの手順に従えば問題なくインストールできるかと思います。 皆さんの環境によってそのインストールの仕方は異なりますので、今回そのインストーラー自体の解説を行いません。わかんないことがあったら調べながら各自インストールを進めてください。私の Mac ではすでに s o n i c p はインストール済みです。こちらですね。SonicPy がこのアプリケーションフォルダにインストールされていますので、これをダブルクリックして起動します。起動するまでちょっと待ちましょう。 私の方ではもうすでにいくつかのコードが書かれている状態にあるのですがコードが書かれていない箇所にこれからコードを書いていきますこのように Welcome to Sonic Pi と書かれているコメントで書かれているところまでたどり着いてくださいライブコーディングによる演奏を行いますこちらのコードをコピーしてペーストします ライブループ、コロン、フリブルドゥと書かれてますね。サンプル、BD ハウス、レイト1と書かれてます。そしてコメントがあって、スリープ0.5個と書かれています。とりあえず、このコードを再生してみましょう。このコードを実行して音楽を再生してみましょう。画面左上にランというボタンがありますので、そこをクリックすると音の再生が始まります。 一定の間隔ででで鳴るる音がが聞ここえまますすすね、はい、ストップボタンで停止することができます、えー、ただあの、今回このストップを押さずにライブでコードをいじってみましょう。えー、こちらのレートが1章になってますね。これを1.5にします。ランボタンをクリックします。するとライブで音が変わるんですよね。えー、このスリープもちょっといじってみましょう。これを1.5にします。 音が再生される感覚が変わりました。このようにライブコーディングで演奏を行うことができるんですね。ここは0.5に戻します。次はこのコメントを外してみます。このシャープがあるとコメントになって、この行は実行されないんですね。このシャープを外して、コメントアウトを外します。そして再生ボタンをクリックすると、この行が実行されるようになります。 ちょっと幻想的な音が入りましたねそれではこのレートをいじってみましょう0.3を0.1に変更しますランをクリックしますとっと種類が変わりましたねじゃあここを大きくしてみましょう1.2にします コーラスっぽい音になりましたね。このようにライブでコードをいじって演奏を行うことができる、まあ、非常に面白いソフトウェアになっているわけです。今回はこの後のチャット g p t を使って曲を作って曲のコードを作ってここにペーストして再生するってことをやっていきますそしてこの各コードの意味なんですけどそれについては次回のセクションを見て改めて解説します。 今回は、とりあえずはペーストして再生して、ちょっといじってみるだけで十分です。はい。停止しました。ちなみに、こちらのレコードボタンをクリックすれば、録音することができます。とりあえず、Wave ファイルとして、Wav の Wave ファイルとして保存することができます。はい。それでは、ソニックパイの概要については、これぐらいにしておきます。 それでは次はこのソニックパイとチャット GPT を使って作曲をしていきましょう。それではここからはシンプルな作曲を行っていきます。まずは柴犬をテーマにした曲を作ってみましょう。柴犬は僕も大好きなんですけど、非常に可愛らしい犬ですよね。柴犬をテーマにした可愛らしい曲をチャット GPT に作ってもらいましょう。そしてソニックパイで再生します。 今回使うプロンプトはこちらです。芝居のテーマにした曲を作曲して、ソニックパイのコードで記述してくださいというプロンプトです。こちらをコピーして、チャット g p t にペーストします。NewChat で新しいチャットを作って、GPT4 を選択します。そしてこちらにペーストして、Enter をクリックします。 GPT-4 は GPT-3.5 と比べてちょっと遅いので、えー、しばらく待ちましょう。はい、コードが生成されてますね。えー、こちら、Ruby をベースにしたコードになります。上の方にコピーコードというボタンがありますので、ここをクリックするとこちらのコードをコピーすることができます。このように、 ソニックパイでは楽譜の代わりにコードを使って曲を記述するんですね。芝居のテーマ曲とあります。メロディーパートとベースパート、そしてドラムパートがありますね。あとはそれぞれのパートを平行で再生します。 このコードは芝犬の元気な歩みを表現するために 100bpm のテンポでシンプルなメロディーベース、ドラムパートを含んでいます。ソニックパイでこのコードを実行すると芝犬をテーマにした曲が演奏されますとのことです。早速コピーして、ソニックパイで再生してみましょう。ペーストして、ランをクリックします。 なななかかか可愛らしいい曲になっているかと思いますただまだまだ完成された曲とは言えないかと思いますのでいくつか追加でお願いをしてみましょう曲があまりにも短く終わってちょっと寂しいですのでこの曲をループしてもらいましょうかループする曲にしてくださいという命令を伝えます すると、無限にループするように変更してくれました。メロディーパート、ベースパートと、あとドラムパートですね。3つのパートからなる曲のようです。はいえー、ループデューというブロックが入って、曲を無限にループするようになったようですね。それでは、この曲をコピーして再生してみます。 いい感じににループされるようになりましたね、えー。ただこのままだと同じループが延々と繰り返されることになるのでちょっと飽きてしまうかもしれません、えー、曲に変化を加えてもらいましょう同じループの繰り返しで飽きてしまうので、えー、曲に変化を加えてくださいと書きましたはい出来上がりましたね メロディーパートに変化を加えているとのことです。32小節後、メロディーがピアノからブラック音に変わります。これにより曲の繰り返しに変化が生じ、聴く人が飽きにくくなります。他にもメロディーやリズム、使用する音源などを変更することで、さらに多様な曲の展開を実現できます。ソニックパイでこのコードを実行すると、芝居のテーマにした曲が無限にループして演奏され、途中で音色が変化しますとのことです。それでは、再生してみましょう。 コピーしてソニックパイにペーストして再生しますお曲に変化は生じてますね。 ベースとドラムこの3つのパートからなるには変わらないようですけど途中から曲に大きな変化が加わるようになっていますはい一旦停止しましょうそれでは最後にコーラスを加えてみましょうか コーラスはちょっと調整が難しいんですが、うまく加えることができればいいですね。コーラスパートが追加されてますね。メロディーパート、ベースパート、ドラムパートに加えてコーラスパートが追加されるようです。ただ、この出力の文字数に上限がありますので、最後まで曲を出すことができるかどうかが不安なところですね。 はい。なんとか最後まで曲ができたようです。コーラスパートが追加されとのことです。メロディーとは異なる音程で構成されているようですね。これで曲に重厚感が与えられているとのことです。解説文の方途中で終わっちゃいましたね。このようにチャット GPT の出力には文字数の制限がありますので、あまり曲のコードが長すぎると途中で終わっちゃうことになります。 まあそういうときは、コンティニューとか続きとか書けばいいんですけど、まあ、とりあえずは曲は全部できましたので、これを再生してみましょう。コピーして、ペーストして再生します。 コーラスがどこなのかよくわからないですねで。コーラスをより目立たせるために、あとでちょっと調整が必要かもしれません。ただ、今回はその調整までは行いません。とりあえず、これで完成としましょう。おお、なかなか変化しますね。あでも、一旦止めます。この曲を録音する際は、このレコードボタンをクリックします。その上で再生します。 途中まで録音してみましょう。レコードボタンをクリックして、再生ボタンをクリックします。現在録音中ですね。 じゃあそろそろこの辺りでストップしましょう録音も停止します柴ば犬 .wav という名前で保存します保存したウェーブファイルは後から再生することができます以上のようにして ChatGPT と s o n i c p を使って作曲を行って で、再生して録音することができるわけです。それでは他の例を見ていきましょう。次はゲーム音楽の作曲になります。こちらのプロンプトを使います。中世風 RPG のダンジョンの BGM を作曲して、ソニックパイのコードで記述してくださいというプロンプトを使います。こちらをコピーして、ニューチャットで新たにチャットを作ります。 GPT-4 を選択して、ペーストして、Enter をクリックします。このコードは中世風の RPG ダンジョンの雰囲気を持つ音楽を生成します。コードをカスタマイズして自分の音楽スタイルに合わせて変更してみてくださいとのことです。カスタマイズの前提と書かれてますね。とりあえずコピーして再生してみましょう。 ベースとして再生しますあ。エラーが起きてしまいましたね、えー。こういう時は慌てずにエラーを直してくださいと書きます。 この申請が存在しないためのエラーのようですね。代わりの申請を使って曲を作ってくれるようです。果たしてエラーは治るのでしょうかちょっとコード複雑に見えますが、まあ、じっくり読んでみれば、まあ、決して難しくないものですので、この辺りの読み方については次回改めて解説しますね。まあ それにこんな難しいコードを書かなくても曲は作れますので、まあ、なるべく次回はシンプルなコードから始めてこの Ruby 規法による書き方をなるべく丁寧に説明したいと思いますさあ直ったとのことなのでコピーして再び使ってみましょうペーストして再生しますお問題なく再生できましたね エラーも起きていませんはい、一旦停止します。 なかなか昔のファミコンの RPG っぽい曲にはなったかなと思います。ちょっと恐怖を感じるような男女の音楽ですね。ただ、あの、もうちょっと改良の余地があるかと思いますので、修正するようにお願いを入力してみましょう。もっと恐怖を感じるような曲にしてくださいと書きました。 このように曲の修正は、自分でもちろんコードを修正してもいいんですけど、チャット GPT の場合、文章で修正のお願いをすることができるというのが大きなメリットですね。曲のイメージを文章で伝えて、その通りにチャット GPT に修正してもらうことができます。ただ、こちらの意図が100%伝わるとは限りませんので、その点だけ注意ですね。現在のチャット GPT ができることにはまだ限りありますので、人間の感性に合った曲を まあ、作るのはなかなかもう段階では難しいのかと思います。ただある程度の曲は作ってくれます。どこまでできるのかえ確認してみましょう。よりダークで恐ろしい雰囲気を持つ音楽を生成します。BPM を遅くし、シンセを変更し、曲のリズムと音色を変えることで恐怖感を強調しています。また新しいループを追加して不気味な雰囲気を演出しています。とのことです。 それではコピーしてみます。そしてペーストして再生します。エラーなく再生できたらいいんですけどね。なかなかいい感じなのではないでしょうか。 <laughs> 最初は良かったんですけどねあでもこの辺りのノイジーな感じとか僕は結構好きかと思います、うん、初期のファミコンっぽい感じがありますね初期の RPG っぽい雰囲気を 私は感じますこういった感じなかなか嫌いではないですもうちょっと改良してもらいましょうかえっ、ー、とメインのメロディーですね、えー、メロディーパートをもうちょっと改良してもらいましょうメロディーパートをより荘厳な雰囲気に変更してくださいというプロンプトを入力してみました はい。なんとか文字数の上限内にコードを入れることができたようですね。メロディーパートのシンセに変更があったようです。えー、そしてリリースタイムも長くしてより総合な雰囲気を演出していますとのことです。あと再生間隔などの変更があるようですね。では、コピーして再生してみましょう。 最初はいい感じですね。だいぶ怖い感じが出ています。果たしてこの後どうなるのでしょうかだいぶノージーな感じが変わらないですね。これは何でしょうかね海の波の音でしょうか シチュエーションがわからないのですが、まあでも、あの、まあそうですね、RPG のダンジョンの微順として、まあそれっぽいものにはなってきたのではないかと思います。あとは、あの人の手でコードに修正を加えることとか、まあ、さらにプロンプトに工夫を加えるとか、まあそういったあのことを重ねることで、まあよりあのそれっぽい音楽に変わっていくのではないかと思います。とりあえず、あの、これぐらいにしておきましょう。 中世風 RPG のダンジョンの曲はこれぐらいにしておきますね。はい。それではここまで芝ドの歌とゲーム音楽の作曲を行いました。こんな感じで ChatGPT とソニックパイを組み合わせて作曲を行うことができます。今回はあのシンプルな作曲に留めておきますが、時間以降ソニックパイの書き方をより詳しく学ぶことで様々な曲ができるようになっていくのではないかと思います。 はい、それではここから本セクションの演習に入ります。今回の演習ですが、チャット g p t とソニックパイを組み合わせて、皆さんの方で曲を作っていただくということになります。今回、私の方からテーマを出しますね。卒業をテーマにした曲をチャット g p t とソニックパイを組み合わせて作曲してください。受講生の方に日本人の方が多いかと思いますので、学校を卒業した経験がありますよね。その時に、例えば、あと、 アオゲバ尊しとか、送る言葉とか、卒業をテーマにした曲を聞いたかと思うのですが、そのような曲をこの2つを組み合わせて作ってみましょう。これから学校を出て新しい世界に旅立っていく、そういったイメージの曲をぜひ作ってみてくださいね。まあ、一応今回テーマを出しましたが、ぜひ皆さんの好きなテーマで曲を作ってみてください。 まあ、チャット GPT にプロンプトを与えて、返ってきた結果をソニックパイに貼り付けて、そしてさらにあの様々なプロンプトを重ねて曲を改良していくということをやってみてください。今回の演習は以上になります。皆さんの検討を祈ります。それでは今回のセクションは以上になります。今回セクション1、シンプルな作曲でした。 チャット GPT の概要とソニックパイの概要を学んだ上で、この2つを組み合わせてシンプルな曲を作りました。実際に曲を作ることができましたでしょうかそして、その曲を作り楽しいと思いましたでしょうか今回の対話 AI を作った曲作り、面白そうと思っていただけたのであれば、講師として嬉しく思います。次回のセクション2ですが、ソニックパイの使い方になります。 より込み入った曲を作るためには、何といってもこのソニックパイ自体の使い方をまず把握しないといけませんので、これについて次回は学んでいきましょう。言語にはとルビーを使いますが、それほどと難しい文法は使いませんので、基礎から学んでいけば皆さんもソニックパイの書いてあるコードの意味が少しずつ理解できるようになるかなと思います。